B 型肝炎ウイルスは、ヘパドナウイルスかオルトヘパドナウイルス属に属する DNA ウイルスである。B 型肝炎の原因ウイルス、略して HBV と呼ばれる。記録では1883年に、ドイツ帝国のラーマンによって、最初の報告がなされている。1964年に、アメリカ合衆国のバルーク・サミュエル・ブランバーグラにより、オーストラリア原住民の結成から、後に、 HBS 抗原とされるオーストラリア抗原が発見される。その後1968年に東京大学医学部の大河内和夫によりオーストラリア抗原と肝炎の関連を報告された。人以外の感染例ではドイツのミュンスター大学の研究チームは蝶類の DNA に混入している B 型肝炎ウイルスの痕跡を研究することにより 鳥の感染例は古いもので8200万年前頃の可能性が高いことを科学し、ネイチャーコミュニケーションズに報告している。哺乳類が感染するようになったのは1210万年前以降とされている HBV の感情の DNA。プラスサは不完全な状態で存在している DNA ウイルスである HBV は 直径42ナノメートルで3.2キロビットの感情の日本ぐさり DNA とそれを包むエンベロープからなる。ただ、この DNA は完全な日本差ではなく、プラス差の方が一部欠けていて短い。内部にはコアを持つ。表面にある抗原によって、AD h a ハー・アデュエア・エイワなどのア系が存在する。遺伝子配列の相違によって、以下の遺伝子型とそのア系に分類されている。 HBV は細胞に感染するとまず自分の DNA を細胞の核に送り込む。そこでプラス差の DNA を修復して完全な二重差のスーパーコイル DNA になるとこれを異型として宿主細胞由来の RNA ポリメラーゼを使ってプレゲノム RNA を合成する。そこからウイルス DNA ポリメラーゼにある逆転者高速活性を用いてこの RNA から マイナス差の DNA を合成する。この過程では、RNA のプライマーが次々に転移し、全長のマイナス差 DNA を完成させる。その後、DNA ポリメラーゼにより、プラス差が合成されるが、合成がすべて終わる前に小胞体内空に出がした、ウイルス表面分子の HBS に覆われ、細胞外に放出される。熱に強く、 接種60度10分間の加熱処理でも不活化されず、感染性を失わないが、接種60度10時間では不活化される。詳細は、B 型肝炎を参照2002年の B 型肝炎による、人口10万人あたりの障害調整生存年数。詳細は、B 型肝炎を参照、B 型肝炎ウイルスは血液を介して感染する。感染経路には垂直感染と水平感染とがあり、 成人以降での水平感染の多くは一過性であることが多い。詳細は B 型肝炎を参照血液中の時間経過の慢性の HBV 抗原及び HBV 抗体の水準値詳細は B 型肝炎及び急性肝炎を参照慢性、B 型肝炎の治療の目的は慢性肝炎の鎮静化とその後の肝硬変への移行、肝細胞肝発症の阻止にある。 急性、B 型肝炎は、基本的に保存的化量がなされる。8200万年前に、鳥類感染化、イコール B 型肝炎ウイルス、独大学時事通信 B 型肝炎ウイルスの、不活化肝臓ボリューム18ナン、no. バー 8P584、森康木、小形正吾、アトミシゲル化熱人結晶蛋白液液とハブ、抗原、抗体肝臓ボリューム19ナン、no. バー 5P510、 モータラティバードンオブディジーズエステマイツフォーフーメンバーステイツイン2002ワールドヘルスオーガニゼーション2009年11月13日閲覧ありがとうございます